ちょっと一度スーパークリックが出ました。もう一度スーパークリック竹ゲートに向かいます。ゲート相手第100回天皇賞スタートを切りました。さあ注目の無理キャップは中段内側であります。さあ先行争い、今日が最後のレース、そして最後の逃げとなります2番のレジェンド帝王ゴーハルが行きました。これから第2コーナーにかかります。やはり予想通り今年もレジェンド帝王が先頭で2馬身から3馬身、ウィンドミル2番手、そして早め竹のスーパークリーク3番手を推走であります。大底振りと言われるこの府中で早くも竹のスーパークリーク3番手であります。白い帽子カイラサモン4番手、そしてメジュラルダンがいます。7枠の1頭が外からスーッと上がっていっています。これは7枠の1頭八重の無敵であります。皐月賞馬八重の無敵が中段であります。その後ろ赤い帽子小国キャップは現在中段を進んでいます。小国キャップ中段大豪州と並んでいっているミスターシクレノン、そしてキリパワー、そしてその後方からランニングフリーがいっています。さらに稲荷湾が後方から3頭目、そしてディクターランド1番最後から12番のフレッシュボイス、3コーナーの穴を駆け上がっていく14頭であります。レジェンドが依然として先頭、レジェンド帝王が先頭であります。ウィンドミル2番手、前半の 1000m は1分ちょっと過ぎています。ちょっとそれほど速いペースではありません。今年の天皇賞であります。依然としてゴーハラ最後のレースとなります。レジェンド帝王が先頭で3、4コーナーの中間地点であります。さあオブリキャップはまだ中間赤い帽子でありますが、先頭までは7馬身から8馬身、また依然としてレジェンド帝王先頭、ウィンドミル2番手、竹野スーパークリークは今日は早間早間3番手であります。残り 600m を切りました。さあ後続局はインコース、レジナルダン、そして赤い帽子オグリキャップも来ている。その後ろになりまんだ第4コーナーカーブ、府中の直線 500m に入ってきました。府中の直線 500m 残り 400m を切る。さあオグリキャップを入れてこられるのか。オグリキャップディクターランドオレンジの帽子オグリキャップ横に広がっての届け、内を取ってメジュラルダン、内を取ってメジュラルダン、そしてスーパークリークピンクの帽子オグリキャップ黄色い赤い帽子も来ている。200を切りました。ディクターランドスーパークリーク、そして内の方からメジュラルダン、オグリキャップは現在4番手、オグリキャップは4番手、スーパークリークメジュラルダン、オグリキャップをやってきた、オグリキャップをやってきた、やってきたが届かない、やってきたが届きません。勝ったのはスーパークリーク、やったスーパークリーク武豊。